ありがとう。本当に君に救われたんだ。何ですか？いや、僕は今まで7年間ね、ここの主人に口を、注ぎ口を加え込まれて飲まれてたんだけど、その注ぎ口が汚、ベタベタで汚くなるし、菌が繁殖するし、臭いしで、もう最悪の地獄の7年間、本当に頭がおかしくなるような7年間を送ってきたんだ。はあ。でも君のおかげで助かった。本当に。君には感謝しきれないよ。そうなんですね。お前、あんまりあれや、別にお前じゃなくてもいいってことは分かっといてよ。何お前じゃなくても、その、よかったん。コップは世界にいっぱいあるからな。だから、お前が別にこの人、この夜間を救ったわけじゃなくて、たまたまお前がメルカリで買われて、で、たまたまここの家に来たということだけちょっと覚えといてほしい。何やお前。何やねん。じゃあ、だからその、ヒーローみたいな勘違いはせんといてほしい。たまたまってことを置いといてほしいな。何やねん。なんでそんなん言うねん、急に。別に感謝されてんねんから、よかったねで、ええやろ。で、その、勘違いした顔したからちょっと俺もイラッとしてな。俺もイラッとした。何やねん、お前。なんでそんなん言うねん。しかもお前、ここの家来てから1週間以上経つけど、全然使われたとこ見たことないから、逆になんならお前の方こそ、ありがとうって言った方がええんちゃう？その、もっとありがとうって、みんなに、俺とか、この、みんなに、夜間、俺、花、みんなに、なんでみんなに言わなかった？みんなに、ありがとうなことないもん、だって。その、だってお前、コップってさ、普通、この、生涯で、まあ、何千回と注がれるわけやん。壊れるまでに。けどお前、まだ一回も注がれてない。だから普通5000注がれしたら寿命やとして、お前0注がれやから、こっからお前5000注がれに行くまでに、その、どんだけかかん、何年かかんねんって話やから、まず。何を言うてんねん。その、コップとしての役割を果たせてない、お前は。それやったらお前あれやんけ、お前。お前もあんまり誘、あれやんけ。ペットボトルとしての役割果たしてへん。何がやねん。その、水、今、花瓶として使われてる。そんなペットボトルじゃない方がいいやん。普通の花瓶を買うのがめんどくさいから、お前が、その、シャーなし使われてるみたいなことやろ。なんや、お前。シャーなしやんけ、お前なんか。お前なんか、その、本来の使われ方されてへん。残念なやつや。なんやねん。そうやったら、じゃあ俺は、あれやで、その、水を、この、飲まれた時点で、俺はペットボトルとしての役割果たしてる。ここで別に俺死んでもいいで。でも、新たに、この、一回夢を叶えて、人生を一回謳歌した上で、さらにこの老後を楽しめるという花瓶としての別の使い方で楽しめるということだから、俺は一回人生謳歌してんねん。でお前はまだ5000注がれ果たせてない、0注がれのやつ。なんやねん。俺でもメルカリで売られる前の家でもう7000注がれぐらいされてるから、そういう意味で俺も老後やな。じゃあ前の家はカウントせえ。前の家は一回リセットされる。なんでリセットされん。わー。